はいどうも、タクタクです。今回はリクエストが非常に多かった樹木というホラーフリーゲーム、フリーホラーゲーム、まあどっちもいいホラーゲームやっていきたいと思います。こちらフリームさんからダウンロードしてまいりました。なんだ、あ、歌ってるトーリャンセ歌っとるわ。トーリャンセとこのてんてんてんって音楽がこう恐怖感を煽りますね。まあ、どんなストーリーかっていうのはちょっとわかる、まあ、ちょっと見てきましたけど、なんか廃屋を探検してたらどうのこうのみたいな、そういうぐらいしかちょっと流し読みしたんでね、やっていきたいと思います。まあいつも読まないのはいつものことだと思います。いくぞ、ニューゲーム。日本の遥か昔、はい、おお、ムービー風だ。呪術、呪い、儀式、それらは確かに存在していた。はい、いいね。こうムービー、あ、現代にも残る呪い、本当に廃屋っぽい。呪いのビデオだからよく見るんでね、僕ね、牛の国参り、コックリさん一人かくれんぼ、こういうとこよく出てきますよね。それらは所詮人が真似て作ったまがいものに過ぎない。ほう、マジか。本物の呪い、それは上がらえない、死の確定、とある廃墟。いやー、こういうね、ムービー、オープニングにムービーみたいのが入る作品っていうのはね、なんていうんですかね、期待がどうしても高まりますね。早く進めよう。よし、おお、いいね、旅館っぽい。なんかこう廃屋なんですか。おっ、何この緑の少年、何学生、学生、そもそもなんか雰囲気だけで何にも なかったな。まあそんなもんすよ、廃屋なんて。そうだな、せっかく来たのにつまんねえ。まあいいじゃない、みんな無事に帰れるんだから。よし、雨も降ってきたみたいだし、そろそろ帰ろうぜ。どれが主人公だろう。そうだな、お、あの白シャツか、ナオトか。おい、ナオト帰るぞ、何してんだ。あ、ナオトかっけえ、ナオト一番かっけえじゃん。これ主人公じゃない。おいおい、そんなもん持って帰ってどうすんだよ。行くぞー。持って帰ってどうすんだ。あ、ナオト、あんなもん持って帰って大丈夫か。うん、何も持ってきてないぞ。嘘つくなよ、さっき部屋の中で赤い石みたいのポケットに入れてただろ。あれ、ほんとだ、置いてった方がいいんじゃねえのか。まあまあ、俺だって古い本持ってきたんだからいいじゃねえか。高く売れるかな。あー、そういうのって、いいの？ブックオフ？いや、ブックオフじゃ高く買い取ってくんないだろう。私は最近悪夢を見る、追われる夢を見る。いや、間違っていないのだが、何かが違う。私が私を追っているのだ。ん？古い木造の家の中で私は逃げている。見たことも行ったこともない家の中で。私は逃げ惑う。私はひたすら追いかける。そして、え？どういうこと？逃げ惑う、追いかける。なんか矛盾してんな。そして最後は必ず赤い扉の前で私は、私を捕まえる。何を言ってるんだ？目の前が真っ暗になると同時に数字が頭に浮かんでくる。2102。そして、そこで目覚める。お、これちょっとメモっといた方がいいんじゃないの？ 2102。大丈夫？2102。はい、一応メモりました。はい。29時2分ってこと？ 2102。ある日の学校の放課後。さえちゃん。ギャルっぽいか？最近こんな夢ばっかで気がめいっちゃうよ。やよい、嫌な夢だね。真面目っ子って感じ。これ多分オリジナルかな？イラストかな？この子は私の親友の弥生。どんな相談でも聞いてくれるとてもいい子だ。それに兄貴までなんか様子が変なんだよね。お兄さんが？いつも元気でうるさい兄貴が全く喋らない。喋らなくなったんだよ。それに部屋から独り言が聞こえるし、気味悪いよ。マジか。え？兄貴ってさっきの、どれか三人。そういや、肝試しに行った時からかな。兄貴がおかしくなったのって。肝試し？どこに行くかは教えてくれなかったんだけど、もしかしたら行ったところで何かあったんじゃないかな。あ、もうこんな時間、そろそろ帰ろっか。今日は話聞いてくれって。
聞いてくれてありがとうね。兄貴大丈夫かな？聞いてくれってってお前。噛みすぎ。ただいまー。なになにこの緊張した音楽。誰もいないのかな？もう始まってるゲームは。お母さんただいまー。やっぱ誰もいないのか。おい。電話着信音か？あ、家電か。家電の着信音っぽくないな。電話に伝言が入ってる。お母さんからのようだ。ナオトの様子、ああ、石を持ってきたのね。ナオトの様子がおかしいので、精神科まで一緒に行ってきます。精神が病んじゃった。何か呪い的なことで。お母さんとお父さんはしばらく戻れないと思うので、お金を置いていきます。それでご飯を食べてください。やった。ちょっとかかっちゃったって言って安く抑えて、あとはそのご飯代を着服しましょう。兄貴が そんな心配よりまずは兄貴の心配だよね、普通ね。少し兄貴の部屋を調べてみる。なんでそうなる なぜそうなった？特に変わったところはないかな。兄貴が精神科に行く。晩ご飯は置いていったお金で食べてね。少し兄貴の部屋を調べよう。なんだこの流れ まあいいや。特に変わったところはないかな。もう少し詳しく調べてみようと。多分、さえちゃんは、あ、動けるようになったぞ。はい。違う理由なのかな？あ、セーブはできませんね。アイテムは、はい、持ってません。え、なんて読むのこれ？みちめき、さえ、わかんない。え、なんて読むのこれ？中止構成、ヒットポイント1、SP1。まあ、つまり一撃でも食らったら死んじゃうっていう追いかけ要素があるか？このゲーム。お兄ちゃんの部屋。もしかして、お兄ちゃんのことが。お兄ちゃんのことなんか全然好きじゃないんだからね。くんかくんかしに来たのか？ここは。燃えないゴミが置いてある。兄貴、ゴミぐらい捨てなよ。はい。燃えるゴミが置いてある。はい。はい。同じメッセージ。あ、これは！エッチ本？エロ本？ファッション雑誌かよ。本棚か。特に変わったところはないかな。これはなんだ？カップ麺か？け！食べた後のカップ麺だ。このね、汚いっすよね。僕すぐ捨てます。テレビか。特に変わったところはないかな。これは？クローゼットが。はい。買ったところない。いや、一番、あ！ゴミ箱。大丈夫？ここは。ゴミ箱ちゃんと分別しなよ。あ、まあ、僕考えすぎでした。はい。特に変わったところない。まあ、ベッドの下ですよ。隠しているところは、エロ本。うわ、どうだ？来た！来たか！ついに！そういうことか。やっぱそこだったか。男子あるある。はいはい。いいね。このゲームの作者さん、結構いい人だよ、多分。これは？引き出しの中から兄貴が書いたと思われる日記を見つけた。兄貴の日記。こんなものを書いてたのか。人生で日記は最大3日までしか書いたことないからな、俺はな。7月22日。先日、あ、大学生なのね、お兄さんは。大学の友達と4人で肝試しをした。場所はわからないが古い日本家屋のようだった。場所がわからないというのは生き方が少し変わっているからだ。右手の甲に目の、文字を書いて裏山の森の中を歩いていると自然とたどり着くのだ。マジで？右手の甲に目って書くの？ほう。不思議なことに目の字を書いていないとたどり着くことはできない。日本家屋では雰囲気が怖いだけで結局何もなかった。ちなみに帰りは来るときに書いた目の字の真ん中の2本の線の間を黒く塗りつぶしたまま森を歩けば外に出ることができる。誰に教えてもらった、そんなの。7月23日。一緒に肝試しに行った友達の一人が自殺した。本持ってきたやつかな。飛び降り自殺だった。家族の話によると彼は死の直前まで何かに怯えていたという。最後は「俺を見るな！」と言って身を投げたらしい。ここで俺は自殺した友達と俺の共通点に気がついた。それは肝試しをした家の中にあるものを持って帰ってきてしまったこと。やっぱ本の人ですね。俺は持ってきた記憶はないのだが、いつの間にかポケットに入っていた赤い石、1階の大広間で拾ったらしい。
最近視線を感じることが多い。外はともかく部屋の中でも視線を感じる。俺もあいつのように狂ってしまうのか。7月24日。怖い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 。その日記の内容が怖い。兄貴が持って帰ってきたもの。赤い石。兄貴の机の上には確かに赤い石が置いてある。石の隣にビデオカメラが置いてある。これは肝試しに行った時撮ったものだろうか。私はそのビデオを再生してみることにした。ほう。おほほ。静止画っぽいけど。あー、なんかオープニングの、あれがね、こういうとこ、どういうこと？これは白黒じゃないバージョンってこと？こういう写真って落ちてるんですかね、ネットとかに。撮ってきたのかな、作者さん。お、落とした。本当やったら呪いのビデオみたい。なんか最後黒いもやが。さえちゃんよく見ると可愛いな。ここ、私知ってる夢で見た。関係ねえこと言ってた。あ、ここ、あ、自分を追いかけて自分が追いかけるみたいな。あ、同じこと言ったよな。はい。あ、ちょっと待って、おい。お友達の人じゃん。さえ、ここにいたんだ。お前、友達ん家に勝手に入ってきて、しかも兄貴の部屋に入ってくるとは何事だ。弥生。ごめんね、勝手に入って。さえのお兄さんのこと少し気になって、調べてみたんだけど。弥生、どうして私、行ったことのない家の中知ってるんだろう。え？どうしよう、兄貴が死んじゃう。お、落ち着いて。なに？赤い石が光って。お、嘘やろ。何が起きたの？俺結局あの紫の光を調べずじまいなんだけど。ここは。弥生、弥生起きて。多分あれセーブポイントだったのかな。大丈夫？うん、ここは。わからない。さっきこの石が光って気づいたらここに。ここ見覚えがある気がするんだけど。さえ、ここに来たことあるの？来たことはないと思う。あ、夢に出てくる家に似てるんだ。学校で話してくれた夢。うん。兄貴が撮ったビデオに映ってたところも見覚えがあった。もしかしてここ、兄貴たちが肝試しに来た場所かも。でもなんでいきなり、ここに。わからない。この石、何なんだろう。兄貴が肝試しに行った時に拾ってきたらしいんだけど。その石、この家のどこにあったんだろう。確か1階の大広間で拾ったって兄貴の日記にはそう書いてあったと思うけど。置いてあったところに戻してみたらどうかな。それでお兄さんが助かるかはわからないけど。ごめんね、勝手なこと言って。うん、大丈夫。試してみようか。パパッと置いてきて、早くこんなところ出よう。弥生、こんなとこ怖いよね。うん。なんだ？誰か来てんのか？動ける、はい。セーブできない。神崎弥生。なんだ、きしむ音がする。まだやることが残ってる。着物がありますね。できればセーブとかさせていただけたらなって思うんですけど、まあ見ていきましょう。木箱が腐って中身が見える。どうやら食材が入っていたらしい。腐っていてかなり異臭がする。マジかよ。これ全部一緒かな、メッセージはね。はい。な、樽には何も入ってないと。米が大量に入ってる。薪が大量にある。倉庫として使っていた部屋なのだろう。米も腐ってるのかな。どうなんですかね。ここは広そうだな。でもなんだここ、ハンガー。蜘蛛の巣がすげえな。どっから見ようか。一般の湯飲みだ、客人用だろうか。なんか粉々になってますね。あ、調べられないか。掛け軸の裏にお札が貼ってある。何の意味があるのだろう。わからん。なんか呪いのある部屋だけどみたいな。旅館の掛け軸とか、まず裏見ちゃいそうだよね、俺も。はい。ここは、大丈夫か？行くぞ！ああ、座布団か。枯れてしまっている。この部屋には何もない。あれ？どっから？あ、ここか。わあ、ちょっとまず1階から探索しよう。1階から、はい。この部屋、入れる？あ、入れた、はい。あ、ここだ！言ってたの。なんだ？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 なに？なに、アラートみたいになってるけど。侵入者です。侵入者ですみたいな。何今のアラートは。あ、引
き出しには古い小物がたくさん入ってる。使えそうなものはない。多分ここにかかってる時計が鳴ったのかな。多分そういうことにしておこう。老朽化が激しくて触ると崩れてしまいそうだ。マジで風化するほどの年月が経ってるのこの部屋。マジかよ。何もなかった。はい、招き猫にゃー。そんな余裕ある？さえちゃん、南無阿弥陀仏書かれてる人形。はい、人形の目がない。無理やり外された跡がある。なんてことすんの。これは古新聞。明治や大正時代の新聞が積まれている。この家は相当古いらしい。明治や大正ということは、いや、じゃああれか、明治末期そして大正にかけてこの家に何かがあったということでしょうか。うるせえな。じゃあ行くか。ここ兄貴が調べてたとこ調べてみましょう。はい、何かが置いてあった跡がある。ここでいいのかな。石置こう。はい、置きましょう。よし、ここに置こう。これで兄貴が助かるといいけど。お兄さんのところに行こう。そうだね、早くこんなとこ出よう。オッケー、行きましょう。これでやっと帰れるわけですね。なんか意外と短い話だった。嘘、扉が開かない、閉じ込められた。さあ落ち着いて、違う出口を探してみよう。そうだね。あ、なんだ、携帯は鳴るんかい。ひで電話。こんなところでも繋がるんだね。繋がりやすさナンバーワン。え、当然ソフトバンクか。どうしたの。私から電話、私から電話、私に。どういうこと。え、何なのこれ。出ない方がいいよね。うん。あ、出ちゃったけど。もしもし、データフリーゲーム素材おりある。もしもし来た。勝手にボタンが誰なの。もうフリーゲームマスターとしては聞き慣れた声ですよ。逃がさない。なんだ、逃がさない。嘘でしょ。お兄さんちゃんと義理は果たしたじゃないか。なんなのよこれ。あ、来た、なんか、あ、なに、え、今すげえマッチョみたいな人来たけど、あれ今の人、人誰かいたの。いや、なんでもないよ。すげえ上半身マッチョだった気がする。あ、いねえな。あ、なんか落ちるぞ。これはメモみたいだね。私の名前は、え、九条石炎。大学で民族学を教えている。今日は最近ネットで話題になっている目の家の調査に来ている。ここに来る者は行方不明になったり、帰ったとしても発狂して自殺してしまうなどの情報が数多くある。しかしネット上の話なので嘘だというものも多い。なので今日は実際にここで目の家について調べてみようと思う。へえ、大学の先生だって。専門家の人までこんなところに。九条先生、弥生知ってるの、この先生のこと。うん、少し霊とかオカルトについて研究してる人だよ。そうなんだ。他にも九条先生のメモが残ってるかも。ヒントになるかもしれないから少し探してみよう。じゃあ九条先生。開かない。なんで。なした、なした。お、嫌な予感がプンプンするぞ。どうすればいい。何もない。ちょっと待て、どうする。ここか、いや違う。え、どうしよう。え、どうしよう。もう一回。あ、開いた。おお。あ、どうしたの。なんでもないよ。さっきから何か変だよ、弥生。具合でも悪いの。大丈夫、行こう。うん。あ、なるほど、意味が分かった。弥生には見えてるけど、サイには見えてないんだ。そういうことか。こっち見ようか、じゃあ。あ、なんかまた、あ、足音。嫌がり弥生、お、お、ちょ、ちょ、お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 、開かない。お、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 どうせ、どうせ。おー、焦ったー。はい。メモ見つけた。どうやらこの家はとても力のある術者。ちょめ、ちょめって言っちゃった。米米米米一族の一家のようだ。アステリスク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 かもしれないけど。調べたところ、この一族は、アステリを神として、なんだ、なんだっけ、これ読み方わかんないや。あがまっている珍しい一族だ。はい。肝心なところが読めないよ。ここで、ここを出るヒントになるかもしれないのに、ゆっくり慎重に探そう。うん。ゆっくりしていってね。はい、行くぞ。これ記録、お、またマッチョメン。どこに行けばいいんだ。これ記録できないのか。セーブ、セーブをしたいぞ、そろそろ。
開始早々俺はもうずっとセーブしてないからね。いない。ここか。はい。ここか。あ、来た、はい。メモと鍵があった。家から出られなくなってしまった。玄関は何かの力で閉ざされているようだ。とりあえずここで一休みして違う出口を探してみよう。九条先生も私たちと同じように出られなくなったんだね。同じじゃないよ。九条先生は自分にで、自分でここに来たけど私たちはそうじゃないもん。確かに。お、なんだ、なんだ、なんだ、今出たけど、なんだ、今休む気になれない。ここも、お、なんだ、やめろ、やめて、やめて、やめて。え、何今の、なんか今大丈夫なの、大丈夫な感じ。おお、やめてくれよ。これは何もない。セーブしたい。これゲームオーバーとかない。ちょっとほんとセーブしたいんだけど。もうセーブしないと落ち着かない病にかかっているんだ。おお入りたくなかった。行くか。メモを見つけた。この狭い空間はなんだ。ここだけ空気がとても重い。他の場所とは比較にならないくらい。いや、ここじゃない。この部屋と書庫の間に妙な空間がある。隠し部屋があるのか。僕もここ入った瞬間にもう気持ちが重くなりましたけど、隠し部屋ってことはどこかに隠し扉もあるってことだよね。そこに何かあるかもしれない。探してみようか。うん、大丈夫弥生。うん、うっ、やべ。特に死にはしませんでしたが、あれなんだろう、これは覗きね、覗き穴。え、何、誰かいるよ。これが隠し部屋。女の人がいる。もしかして閉じ込められて出られなくなったのかも。助けなきゃ。開けて開けて言うてるわ。さあちょっと待って、早く助けよう。どうすればいい、どうすればいい。こうか。おー、ショコの間って言ってたかな。え、つかこれほんと記録そろそろ一旦記録したいんですけど、どこ、記録はセーブポイントはどこですか。この中にできてるとかあ、ない。こっちか。オープン。あ、来た。やった、やっぱりセーブポイントだったんだ。はい、セーブしましょう。はい、といったところで、今回一旦切りたいと思います。いや、ちょっと僕ね、これね、結構前から知ってたんですよ。この作品やりたいな、やりたいなと思ったんですけど、なかなか手がつけられなかったんですけど、やってみたら意外と面白い。そういうのがフリーゲームです。何言ってるんだ。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回違う動画でお会いしましょう。ではまた。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。タクタクのチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は動画の下のこちらのボタンをタッチ、パソコンでご視聴の方は動画下のこちらのボタンをタッチしてください。タクタクは合計3チャンネルを運営いたしております。フリーゲームを実況するタクタクチャンネル、いろいろなゲームを実況するタクタクチャンネル2、顔出しをしているタクタクの日常チャンネル、今ご紹介した3チャンネルの詳細は動画説明欄をご覧ください。またツイッターもやっておりますので、更新情報やタクタクのつぶやきに興味のある方はぜひフォローをお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。ではまた。